クリアンカバドラは、インドの政治活動家。ネルーガンディファミリーの一員で、曽祖,祖父であるジャワハルラールネルはインド初代首相、祖母であるインディラガンディは、第5代、第8代首相であった。第9代首相を務めた父、ラジーブ・ガンディと、母、ソニア・ガンディの第二子として、インドデリーに生まれる。ソニアは現在、インド国民会議総裁、統一進歩同盟議長を務めている。 兄である、ラーフル・ガンディは2004年より、会議員の職にある。デリー大学で、心理学の学位を取得している。アマチュア無線の免許も持つ。有名な実業家であるロバート・バドラと結婚、ライハン・バドラ、ミラーやバドラの二人の子供がいる。その生い立ちから、インド国民会議への応援演説を積極的に行っているが、政界入りへの名言は避けている。 1999年の選挙戦では BBC のインタビューにはっきりしていることは私は正解にではなく人々に関心があるということです。政治家にならなくても人々のためにできることがいろいろあると思っていますと答えている。何度も言っていますが正解には全く興味がありませんしかし選挙戦では全国アンギャに忙しい母ソニアと兄ラーフルに代わって 彼らの選挙区での演説を引き受けている。チャーミングなルックスと祖母、インディラの再来とも言われる語り口で集会に多くの聴衆を集める。人々をまとめるのが上手で、資料分別があると評価され、母、ソニアの政治参謀を務めているとされる。2004年の総選挙では、母ソニアと兄、ラーフルの選挙を取り仕切った。この間、取材に対し、 政治とは国民への奉仕に他なりません。私がやっているのはまさにその奉仕なのです。あと5年は、ただそれだけを続けていきたいと考えていますと話した。ありがとうございます。